少お待ちください。おはようございます。30分くらい、30分、まあ、もしかしたら30分間までいけないかもしれないけど、ちょっとラジオ配信朝。シカちゃん、ウィズパパ、カケちゃん、赤派でござい。自己紹介、新潟県の伝道師、笹川笹です。おはようございます。ムーンライダー、カフェオレ、アク先生、将軍、林くん、キースさん、アバ、ミッチー、ネオン、ハゲユキ、おはようございます。多分もし今コメントしたけど名前呼ばれてない人がいたら、ちょっとこっちに表示されてないです。ごめんなさい、もしいたら。ショールームたまにコメント飛んじゃうから怖い。ここで自己紹介2回目。忍者大好き、忍忍、新潟県の伝道師。あ、順番間違えた。あなたにささやかな幸せ届けます。忍者大好き、忍忍、新潟県の伝道師、笹川笹です。この間豚しゃぶサラダ作ったの、夏だね。さっぱり。その誕生日まで278。まだめちゃあるね、だいぶ。じゃん、ちょっとまだ高い声出ないね、朝だから。誰がハゲやっけ、それはあなたの名前よ。タカペ、お知らせタイム。本日横浜ランドマークホールさんと品川グランドホールさんでなんとライブがございます。イエーイ。どっちもポップインフェスティバル。そしてね、今日笹川は出ないんですけれども、埼玉の水上公園で筑後ののかちゃん、安藤舞香ちゃん、持丸ゆうきちゃんがフレッシュ水着撮影会の方にも参加しております。あと今ののかショールームイベント中でもあるのでね、なんか大忙しだ。ぜひ投票中になってるのはこっちに星を投げられないようにしてるためです。星がある方は7日の夜の配信まで貯めといて、そっちに投げといてください。Dキス、おはようございます。ペンギンスパイ、餃子の伝道師でもおなじみかな。ちょっと浸透してるかな。どうだろう。朝からハイパーササガサスタイムだよ。助かったでしょ。いっぱいシュナさんが組むそうなった。真の三国無双だ。なんだっけ、千人切りした時に言われるやつ。仕事行ってるな。豚しゃぶサラダ、あ、だいぶ前にね、めちゃ前。え、写真送って、リップで。わざわざ本当に作ってくれたの。マシュマロ、おはよう。
たか別世チョコ、川越なのかな、川越ですか、水上公園は。でも多分そこしかないかな。たかし、おはよう。タンタンって、おはよう。初見じゃない。怪しく、なるほど。そういうこと。優しすぎ、うまい。うまいはね、もうなくなっちゃったんですよ、定型文。うまいと偉いと すごいだったっけ。定型文なくなっちゃったんですね、惜しまれながらも。惜しいな。定型文もっと設定できるようにしてほしい。何種類も。6個ぐらい欲しい。ペンギン先輩、来週の新潟ワーマンが楽しみで、おなじみの僕は。おなじみでした。でもそれは良かった。おなじみだったかな。でも来週の新潟ワーマンが楽しみ、それはそう。ちょうど1週間後。コンシーラーなくなった。あった。ゆった、おはよう。しかちゃん、最近夜寝てる。そうね、うん、遅い時間寝てるよね。合唱合唱されちゃった。ナムナム。マシュマロ、スーパーササマロタイム、スーパーヒーロータイム、明日だね。土曜の朝、スーパーササマルタイム。いや、いつも土曜の朝か配信するとは限らんけど。アクセスフレッシュやるとか。あげよう。あ、そう、その駅。その駅の名前見た。あ、二つあるんだ。髪をあげよう。あ、でも多分そっちの方だよね。なるひろ、お久しぶりです。お久しぶりだ、すごい。いつの間にかのりひろあばきようになってる。名前。おはよう。たかし、スーパーササダンゴマシア新潟の方。プロレスラーさん、すごい手打ち。あげようにも証拠がありますが、そっちの方です。川越じゃなく、川越は割とこっち寄り。なんだ、本当に作ったんだよ。作ったらでかすぎた。何、10人前サイズぐらい。本当にいつだっけ、結構前ような話してたの配信で。ペンギン先輩、おなじみで、おなじみ、おなじみおなじみっていう単語そんなに使う人初めて見た。文章以外って見ないのよ、現実世界で。あんまり使ってる人見たことない、テレビとか以外で。普通に話しててさ、あの人なんとかでおなじみだよねってあんま使わないよね。人数が多いっておなじみのバンズイジャパン。アク先生、今週ずっと体重マジ眠りまずかったのに、あら、
昨日さっちゃんに会えたらよく眠れた。あら、やっぱさっちゃんドリエルだね。ドリエルヒーリング効果。ちょっとこの画像でね、この写真でね、またちょっと緑色によるヒーリング効果をあなたに与えます。ジュンディ、笹川の笹の笹のさ、ちょっと多いな、多かったな、なんかミドルネームみたいなのある。おはようございます。あげ、あー確かにそれ言ってた、あげって読むな。それ聞いた、あげ。みーちゃん、ここで自己紹介。はい、自己紹介、何しよっかな今日は。ここで自己紹介。あ、得意なことは乗り物の余裕を全くしないこと。とだるま周りが永遠に、だるま周りと逆だるま周りが永遠に回れること。あとなんだろう、得意なこと、文章構成。そう、もうちょっと使える特技ないかな。愛知まで忍者さささん歩いてくるの？愛知まで歩いていくと思う？その後動けになるな。昔のさ、江戸時代とか飛脚の人ってほんとすごいよね。しかもあの武将の人たちも、何、戦ある時さ、みんな歩いてたじゃん、あの馬乗ってる人以外は。すごいよね、バスとか新幹線とかないんだよ。もう戦する前にめっちゃ疲れるよね。みーちゃん超アニメ公演ってマイナス、あ、みーちゃん自己紹介してた。なにひろ、あ、ジョジョ5分にハマってる。いいことですね、それは良い行いです。今はバキは、この前まで、ノリヒロ風語、パンナコッタ風語、レオネアバキは。じゃあ笹ミスターにしよう。アイシ君、オーラとジャム、やったー、バンザイジャパンとこおいで、待ってる待ってる。実はね、本当についさっきなんだけど、ドライヤーしながら思ってた。そういえばこの前ミスターフェイス林くんいなかったなと思って、2021と近いるかなって思ってた。やったやったね。そう、21日もラッドホールの方でね、ライブあります。平日だけど、今回の遠征は土日じゃなくて日月。さっちゃんドリアうまそう。さっちゃんドリア、ドリア一回も作ったことないな、この写真。あ、そう、新潟。新潟の弥彦山。林くん、今度こそお会いしような。2回目、2度目まして。そう、あのラッドジャムも来れる方もしいたら、あの一言お伝
伝えしてくれるととっても喜びます。21日の名古屋ラットホールもね、まだ全然ご予約ないのでお待ちしております。カメラがどっかにぶつけて青なじみできた。あ、そういう使い方なんかちょっと使い方違うな。やっぱさちゃん、そう、ドリエルだからドリアになったのか。さっきさすがドリエル、さ、あ、なんかちょっとアリエルみたいで可愛いじゃん。アリエル、さすがドリエル。ちょっとファインディングにもの、ドリーと混ざってるな。豚しゃぶサラダの、あ、本当に画像送ってくれた。水から昆布で、あー、しゃぶしゃぶ、だし、だし取ってますね。あ、前髪切んなきゃ。でも切れる時間なさそう。ちょっと早めに終わって前髪切ろうかな。ラブタン、お、じゃあ素敵なラジオ配信なので一言しか素敵な一言、おはよう。今日も一日さっさがと素敵な一日を過ごそうね。一日かぶりしちゃったよく考えないで言うから。みーちゃん自分の自己紹介しちゃったそうそうそう、さっさがの自己紹介タイムとね、お知らせタイムをね、みんなに挟んでいただくというね、いいタイミングで。でみんなの自己紹介も待ってます。みんなのこともっと知るために。ラブタンこんばんざい。これから仕事なんで一緒だけ仕事行ってらっしゃいまし。笹川も横浜に行きます。ジュルのおはよう。乗り物用意し、そう、全くしないよ。東横線でもよから今日は覚悟して、わあやばい、来てくれた時もすごい顔してるかもしれない。ジュルね、今度レベル4も、あ、そうそう、出る出る、8月3日。え、もうチケットめっちゃ大人気らしいんだか。追加枠まだ販売してるかな。あれ、まだ追加枠販売してる？一回完売になったんだよね。皆さんご来場お待ちしてます。笹さん飛脚なの？美脚になりたい。ミストフェス、ジュンディン、ジュンディンもいなかった、いなかったいなかった。めっちゃ桜木町駅だよ。うん、今日そうね、桜木町駅と港未来駅が近い。横浜ランドマーク、よよよよ、こんばんざーい。ヤヒコって吉田とかツバメさんじゃ、あ、そう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 、の方、方角的には割と真ん中ちょっと上らへん。ラプター、あざす、仕事頑張っていきます。いってらっしゃい。いえ、今日も良い一日でありますように。めっちゃちょっと天然出ちゃった、でへぺろ。でも天然、て、本当に天然の人は自分で天然言わんのよだか
私避けられてるの。でかでで、でかって言ってた。高橋刑事になっちゃった。出たって言おうとしたのに。バカ野郎っていうセルフツッコミしてる。バカ野郎。本当に若林さんかな。ちなみに2階建て新幹線。マックス時ね、あ、10月1日なんだ。乗りたい。マックス時。終わる前に乗りたい。え、でも最後の方も大人気なんだろうな。21、詳細出てる。笹川のプロフィールからハッシュタグ万歳告知っていうタグ飛べるんだけど、それプラススペース入れて21日って検索すると出てくると思うんだ。ちょっと最近全然引用リツイートとかもしてないから、後でまたツイートしとくね。20、21の夕方頃からの出演、17時台。みーちゃん、動くほどなう。動くほどっていうことは割と都会だな、動くほどがあるっていうのは。あずた、ここで自己紹介。何でしようかな。こんな自己紹介。苦手なものは、カエルとセミと、暑いとこと眩しいとこめっちゃ苦手。新潟県の伝道師、笹川笹です。毎回違う自己紹介をする。自己紹介ネタってあとなんだ。あこちゃん、サチの足素晴らしい。ひらめきんから足首にかけてのシルエットが素敵。ひらめきん、そう、なんかうちもチャリこぎすぎてひらめきん発達しちゃった。みなとみらいって歌、あのゴンドラ、みなとみらいのゴンドラ、ゴンドラ、ゴンドラ、ゴンドラあったっけ。たかし、競輪と観光で売ろう、弥彦村。あ、そっか、競輪も弥彦村にあんのか。あ、やばい、ヘアアイロンしなきゃ。そう、弥彦村綺麗だったよ、山。たくま、さあさあ、お知らせタイム、ありがとうございます。万歳ジャパン日本満喫ツアーズという単独公演のツアーやります。次の土曜日、6月26日土曜日が新潟県の高田世界観さんというところで行わせていただきます。こちらはもうちょっと申し込みは終了してしまっているんですけれども、7月の18日日曜日に静岡ライブロクシー静岡さんでも単独公演やります。こちら2部制でチケット販売中でございます。そして7月31日土曜日には
東京の日本橋三井ホールさんで開催します。こっちも2部制でチケット販売中です。ぜひよろしくお願いします。やっぱ配信してると全然支度が進んでないよ。めっちゃ言われすぎて認めざるを得ないってやつあると思います。あすきちゃん今新潟出身のアイドルさんにささがささを、このグループさんのどなた？新潟出身の方誰だ DK 好きなデカいますか？好きなデカは踊る大捜査線の寺島進さん、なんだっけ名前出てこない、役がすごい好き、名前出てこないや、スピンオフを見たのに。踊る大捜査線すごい好きなんですよ。新潟からの帰り、あこの前はね違うとこから乗ったからね乗ってないんだよ。この前上越妙高から北陸新幹線乗った。申請天然自分で天然は自分で天然なかなかない。天然って何なの？うちのお母さんも絶対天然だと思う。明日マックスイオンギラストランあたりで YouTuber のスーツくんあたり、え何有名なので、電車好きの YouTuber さん、 YouTuber さんの動画全然見ないからかかんないんだよね。うん、ミミチラリチラリ、あいしくん、あージューシーな仕事、ジューシーだった だった気がする。早めの時間だった気がする。仕事かな、そう平日なのにね早い時間ってだった気がする。マオだ、おはよう。ちゃんと起きた、ちゃんと起きた。横浜来れる、ランドマークホール。間違えて横浜駅で降りると遠いから気をつけてね。みなとみらいか桜木町でね、気をつけてくるんだよ。ママ、あプリママがここで自己紹介挟んでくれた。これ自己紹介と、笹川少林寺拳法やってたので、少林寺拳法が得意です。少林寺拳法と字を書くことが得意です。少林寺拳法何なんだっけ、二段か、二段って言うとすごい低く聞こえる。では黒帯だよ。カモラができましたね、警官と外資の。え、何？新しくゴンドラできたのか。どうりで知らないわけだ。桜木町駅とワールドポーターズ間で横浜エアキャビンって。
待って、ゴンドラってどういうやつだっけ。あれあれってゴンドラだっけ。え、ゴンドラどういうやつか分かんなくなってきた。あのさ、スキー場で乗るやつ、ああいうの。プリマおはようございます。この写真、イエーイ、この写真、そう、人気高かった。いいね、やっぱ自然と一緒に撮るのはいいですね。あ、やばい、そろそろ終わんなきゃ、前髪切んなきゃ。そしてやばい、30分間配信できなかったかもしれんけど、ちょっとそろそろ終わる。で、45分になったら終わる。45分になったらもう強制終了。カムラグ、うわ、静岡生誕当日。え、待って、めいちゃんと同じ誕生日なの。え、生誕当日ってそういうこと。カムラグの誕生日。あ、音楽も終わった。吟じてる場合じゃないわ。あると思います。あ、たくやぎおはよう。あれ、ミネって最初いなかったっけ。あれ、おはよう。昨日の記憶かな。踊れないさっさん、あ、かずひささん、あれ、かずひささん、川原、あれ違うかな。そろそろ終わりの時間です。ありがとうございました。まあ、あー、乗せてリマさんと話してたやつ。ゴンドラ、え、ゴンドラ乗りたい。あすきちゃん、コロンビアからデビューしたたのパステル。七川かなうさん。チェックしよう。新潟の方なんだ。新潟どこ出身だろう。ちょっとごめん、みんな読めないけど、目で読んだ。あ、じゃあ自己紹介とお知らせして終わろう。あ、新潟県の伝道師、笹川笹です。今日の配信はこれにて終了。ありがとうございました。ライブ2本、あとなんだっけ、今日横浜ランドマークホールさんで12時50分からだよね、出演です。品川グランドホールの方は17時何分だっけ、夕方出演です。ダメだ、大抵すぐ出てこない、すぐ出てこなかった。よろしくお願いします。まだね、前売り価格で買えるから。やっぱお腹痛くなってきた。ありがとう、バイバイ。